はい、それではね、マイタイムアットポーションの続きをやっていこうと思います。よし。朝はもう寝てるんだね、スクラップさんね。よし。いいか。はい、今日は天気が悪いんですね。餌入れしとこうか。20個。カエルウオのキングが手に入ったんですよ。1匹。でも1匹だと増えないよね、多分ね。だから、もう1匹手に入ったら、増やしましょうか。あれ、いくらで売れるんだろう。あ、持ってない。持ってないか。しまったか。どこに入れたっけ？魚のとこ入れてる？どこや？あ、あったあったとか。5000。5000で売れますよ。これ魚が一番儲かるんじゃない？これキングさえ。ねえ、しまったね。博物館に預けちゃいましたけど。他のやつ、サバとか。あった気がする。何？あ、びっくりした、うん。よし、まあいいわ。とりあえず仕事をした。エミリーのとこ行ってくれよかったな、さっき。雨ですね、今日は、うん。うん。仕事だ、どんとこい。うん。今日はミントと約束してたんですよ。うん。で、あと、アーロの誕生日。鉄の剣でもあげる？何がある？熱気球と、あ、これ結構高いな。これも高いね。給水と、あ、どっちがいいかな。熱気球、作るか。まあ、いい方をもらっておきましょう。はい。アントマンね。うん。いいですか？評判。ヒーンザもいいわ。ソニアとアックと料理も結構作ってもらいたいよね。ミントね、工作も建築も大して違わない。プロジェクトのスケールの問題。あ、そうなんだ。よし。お花買う。これはまあいいかな。あとはこれジャンゴ用に買っとく。よし。お金あんまりたまらへんね。うん。あ、そうだ、キノコを取っとかないと。買えへんかな、キノコ。どっかでトビー、あ、ポールいないね。6000。あ、まだ売れへんな。あ、あと、この、なんていうの？カーペット？じゃないわ。一人用のエクササイズマットってないんかな？これは違うんだな。ただのカーペットだよね。なんか、一人で運動できたらいいんですけど。さあ、また違うんかな。こういうアイテムをさ、なんていう、どんな役割があるかっていうのを見といた方がいいかもしれないね。風船。子供は風船が好き。ん？え？どこに行っても子供は風船がない。これ、プレゼントになるのかな？子供用の。思ったけど。あと、花火でしょ？伸ばそう。神社が歩いてます。あ、雨の日は、昼間でも出てるんですか？うん。あ、もう傘もないやん。全然作ってへんな。まあ、ガストはでもだいぶ上がってきたんだけどね。よし。まあいいか。とりあえず、熱気球とエミリーのとこ行ってこう。マックは帰ってきました。キノコ取りたいね。ちょっと熱気球。はいはいはい。こっちで作るんやったっけ？熱気球ってこっちだった？いるもんが。
材料はいる気がする。カゴとかも作らないといけないんだよね。これだね。ちょっと手前やったかもしれないね。バスケット2つ、球皮が2つ。うん、あればいけると。あ、バスケットと球皮ね。よし。どこに出るんだ？ここ？ここだったっけ？あ、違ったわ。これか？カゴ。あれ？違うな。どこや？出てた？見逃してるかな。バケツ。ん？ここじゃないよね。どこだ？布か。違うわ。ここか？これブレンダーでしょ？え、どこ？ちょっと待って。待って。ここか。あった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 。あ、ここに2つありますね。はい。あ、ギリギリやな。これは1個でいいんだよね。球皮。で、これが2つ。1×2。はい。で、まあ、2時間、3時間ぐらいでできますかね。まあ、その間にちょっとエミリーのところ。毎回ね、通わないといけないですかね。どういつまでやり続ければいいんでしょう、これを。よし。エミリー特製鳥の餌。お掃除。うん。こんだけだけだよね。掃除する。もう一個は。あった。これを。ん？おや、お若い方、私の農場で何をしてるんだい？これがテストだと言われたでしょ？忘れたんか？忘れたんか、ソフィー。テスト、どうして私があんたをテストするんだい？おばあちゃん、忘れちゃったの？ジノが私の農場の仕事を手伝うことができれば、私たちの関係を認めるって言ったじゃない。ああ、そうだった。思い出したよ。手伝い始めてどのぐらい経つかね？それは3シーズンよ。3日目ですけど。本当に素晴らしい。おや、まあそんなに長くさせてしまったとはすまないね。時間が本当にわからなくて本当に立派だ。エミリーと付き合っちゃいけない理由はないね。だけどエミリーを傷つけるようなことがあればそれを忘れない。ぐさぐさ刺さるんですけど。ありがとう、おばあちゃん。エミリーのことはこれからも支え。はい、ソウルメイトになりましたね。よかったよかった。あ、3日でよかったね。そっか。おばあちゃん別にもうこれ以上関係はいいんですか？もっと仲良くなってね、なるべきかなと思ってたんだけど、エミリーもそそくさと帰ってきました。うん。一応プレゼント渡しとこう。パンプキンパイね。マクドナルドさんも、牛はいいわ。バケツをね。うん。ランボーね。マクドナルドさんも、招待したっけ俺。あ、しまった、今、もうあれか。プレゼント渡しちゃったから。あと、じゃあ、熱気球と、ミントと、アーロのプレゼントね。そうそう。鉄の剣作ってあげよう。うん、いけるよね。時間かかる？鉄の剣。2時間か。もうできてますか？ああ、いけてる。よし。これで、巻き球を2つ作りましょう。じゃあ。あ、しまった。あれ水槽さ、作ったのにさ、ニューが消えないんだけど。
消えないね。なんか不具合だね、これ多分。まあいいけど。よし。2つ。うん。まあいいや。で、どうしよう。11時でしょ。この辺ちょっと整理したいんだよな。こいのぼりもういいかな。季節じゃないし。このチェストはちょっとずらすか。で、街灯もちょっとこっちに置いて、ここにね、一応反対向きになった。こう向き間違えた。じゃあなんで写真撮ってんの。よし、置いてこっちだね。狛犬代わりにね、置いときます。なんで反対になんの。よし、ほんでいいか。遊ぶまで2時間。木はいいし、動物なかなか大きくならへんの。俺は作ってるよね。魚釣りに行く。あ、もう来てる？もしかして。ミント。まだか。マークは出てるけど。料理作っといてほしいんだけどね。うん。あと、キノコを取ってきたい。ミントと、これ。まあ、今日はバラあげようか、ミント。そしたら、アーロにあったら、鉄の剣をプレゼントしないといけないね。もうできた。早いな。よし。な、ちょっと、何時から遊ぶって言った俺。2時ね。な、アーロちょっと探していきましょう。どこや、アーロ。なんも出えへんねんな。アントワーヌ、マーズ。こっちの方にいるときあるよね、アーロ。ガスト神社。あ、名前が分からへん。俺じゃない、分からへんな。どこにいるか。あ、ここだ。この辺ね。じゃサクッとちょっと渡していきましょう。1時間。サムがいました。うん、お、サムも大親友になりましたね。チャーハン。うん。よし。ちょ、引っかかった。あと、あ、いたいた。はい、よし、プレゼント。鉄の剣。うん、これ45。倍か。え ?3 倍 ?3 倍かな、分からへん、うん。デートの約束はできひんね。うん、一応なんか、恋人っぽい、セリフになってますけど。残念ながら今日は違う別の男とね遊ぶんですけども、はい、ミントがいました。よし、じゃあ、あれ、あ、乗ってるからあれか、できんかっただけか。うん、じゃあちょっと雨ですけどね、写真撮っときましょう。これ何のポーズ。これなんかあれっぽいね、バス、なんか何してんのこれ。これサッカーしてるみたいな感じじゃない。一応これミントってあれなんだよね、スラムダンクのあのルカワカエデがモデルになってるっていう話もありますよね。確かに言われてみるとそんな気します。うん。ちょっとね、親密な感じで、はい、ドアアップで。よし、結構その男性キャラの中ではね人気ありそうな感じするんですけど、どうでしょうね。遊びを開始。うん、君はそもそも何がしたかったの。どうしよう、ミントはなんかこれ乗った方が喜びそうじゃない。行こう。ちょっとラマは置いていくわ、ちょっと待って。ステイしとくわ。とりあえずお話聞きたいよね。
あとやることあんまないもんな。よし、はい、去る。ここは昼寝にちょうどいいな。寝るん。さて次は雑談から。いろいろなプロジェクトで10都市の国々を回ったけど、オルナットグループが一番印象深かったな。たくさん工芸品があってとても可愛いんだ。メル、とてもハンサムね。本当に？割とみんなそう言うけどね。あんま謙遜はしない。メル、ベガ5出身で異物についていろんなことを知ってるんだろうね。そうでもないんだ。ベガ5の研究者は、ああ確かに知識が豊富だけど、彼らの研究内容はほとんどがトップシークレットなんだ。僕はただのエンジニアだからね。仕事に関係するもの以外は見せてもらえないんだ。さて次は、プレゼントはまあいいんだけどね。はい、最高のプレゼント。よし、飯食いに行こう。好きなものをね、知りたいよね。好みをさ。ピンキーがいるか。アルバートがあそこに座ってるということは、今座り直したね、アルバート。うん、はい。あ、ここがなんか、ペア席みたいな感じなんでしょうかね。うん、まあいいよ。じゃあこっち座るよ。邪魔しちゃいけないから。食事する。君もお腹が減ったのかい？うん、好きな食べ物について話す。そうだね。魚や高タンパクの食べ物は好きだよ。もう一回聞けんの？一緒か。うん、なんで2回同じの聞いた？うん、仕事について尋ねる。仕事はどう？いつもじゃないよ。プロジェクトによるんだ。忙しい時もあれば、いつでも好きな時に昼寝できる時もある。いい仕事だね。よし。僕の仕事は10都市連合の設備を充実させて、みんなの生活を楽にすることだろう。実際やってみると、とてもやりがいがあるんだ。おう、うん、なんかあんまりでも盛り上がらへんね、話。まあ、注文するか。何が食べたい？塩辛い食べ物は好きじゃないから注文しないで。このパターンか。ちょっと分からへんねんな。クリーミーサーモンシチューは好みでしょ？ 5 個ぐらい頼めばいいんだよね。クリーミーベーコンヌードル。塩辛いもんが嫌いな。ピリ辛とかじゃない方がいいな。甘酢ソテーにしておきますか、じゃあ。うん、甘いもんの方が好きなのかな。スパイシーサワーポテトにするか、じゃあ。スパイシー。塩辛いものがどういう判定なのか分からへんな。卵とじにしとこう。で、フルーツシュー。あとは何でしょうね。ミルクにしといたらまあ問題ないかな。じゃあよし、これでいいや。料理には全部満足してる。 OK、 うん、まあいいのか。一品しか届いてないけど、うん、さ、次はあと4つあるんだけどね。どうしようかな。何する？アルバート、あ、もうソニア帰った。あ、そこにいるよ。くれるのありがとう。外行こう。家に帰って、あのちょっとエクササイズマットが使えるかちょっと試してみましょうか。デート中はどうなんでしょう。うん、パートナー、あ、まだ、あ、やっぱ結婚しないとダメなのかな、これは。もうちょっと、じゃあなんかさ、家でできるものを増やしたいですね。と、じゃあどうしよう。
いいんだけど、79まで上がってるから。シーソーする、シーソー、アメブランコがねちょっと難しいし練習しようか、はい、うん、遊ぶ、よし、うん、むずいんだよなこれ、ずっと合わせ続けないとこのゲージが溜まっていかない。これぐらいか、うん、お、よし、いた、いた、2を向ける横から、え、おお、お調子いいな、え、よし、とても楽しかった、 OK、 2個もうできひんの、3ついるんだよね確か、もうできひんやん、シーソーは面白いの、あーでもあかんな、足りひんわ、どうしよう、あもういいか、101まで上がってるしな、みんな 何してるんだろうね、うん、ちょ、キノコ欲しいから、あ、思ったけどさ、このデート中にダンジョン行ったらどうなるんだろう、あ、でもミントは戦闘民族じゃないもんな、ちょっと自警団の人と遊んでる時に行ってみようか、そうしようか、今日はじゃあもう終わりにしよう、遊びを終了、どうしようもないね、でもまたいつか挑戦するべきだよ、うん、あんま終わらん方がいいんかな、うん、どうなんでしょうね、で、これね、はい、うん、まあいいや、どうしようかな、キノコ取ってこっか、どこ、レミントン、うん、この中にいっぱいあるよね、いっぱいっていうほどはないか、あ、全然ないぞキノコ、あれあったあったこっちの方か、これとサフサタケと赤キノコですよね、あの島の方がいっぱいあったっけ、ここに DD があるからこれできてもよかった、あんまないねキノコ、3つだけだったな、これ取れへんな、木も別にそんなに切らなくていいしな、ないですねキノコ、なんか雨降ってたらいっぱい生えてきそうなもんですけど、ないね、まあいいわ、帰ってみんな気球でもちょっとあの乗り物は乗り捨てていこう、こっちまで来てしまった、あった、飲んでいっか、よし、もうあれできてるよね気球、ありますね、よし、で、誰だ気球渡すの、アントワーノかな、アックとアイザック、うん、違う、あ、アントワーノですね、はい、うん、OK、で、どうしようかな、
神社をちょっと上げときたいから、また約束しましょうか。自分の家まで来てもらおう。8時からにしとく、うん、この間ちょっとキャンセルになっちゃったしね。よし。で、デート。メイに。メイももう結構多いんちゃうんかな。どれだ。メインはアルバムだね。うん。まだか。ドクターシューは、キノコ鍋揚げと。うん。3か、これは。エミリーから聞いたけど、ソフィーさんの物忘れがひどくなってきてるみたいだね。何かいい薬が。薬とかないでしょ。難しいでしょ。アリスも、パンプキンパイ食べてるね。好きなんかな。これ開けてみる。1だけやった。わかんない。ここで食べてるものはあまり当てにならへん。うん。うん。まあいいわ。どうしよう。21時。料理、キノコ取ってきたし、ちょっとアックを探したいな。アック、家にもう帰ってる？あ、もう入れへんの、くそ。帰ってるかな。まあ、釣りか。釣りしとくか。誰かいるね、そこ。そのトディのクローンがいっぱいいるのが怖いけど、よし、とりあえず、あ、ちょっと水にはまっちゃった、近づきすぎた。よし、カエル王、キングカエル王ください。ナマズでもいいけど、ブレードフィッシュ釣れるとこの方がいいかな。まあいいわ。とりあえず2匹ずつキングを揃えていきたいね。キングカエルをもう1匹釣れたらさ、もう絶対量産体制に入る。あ、皇帝かこれ、うん。なかなかですね。スパイクか。来い、カエルを。まあいや、キングやったらいいわ、キング。キングの時はもうなんかすぐね、あの赤いあの風船が、お、あの、なんていうの？すぐ大きくなって。全然違いましたね、引きが。確率なのかな、これどうなんだろう、うん、基本的に ナマズとカエルをしか釣れへん。来いキング、来いキング。まあ当たりがね早いのはありがたいですね。その釣れなくなることがないですね。なかなかやな。分かんな、そう簡単には釣れへんのか、それか釣れる日が決まってるのか。1時半ぐらいになったら帰りましょうか。一回釣るのに6分消費する、そんな、ん？ 5 分ぐらいか。
6分、5、6分だね。ネックレス。もうこれでラストか。わかんなぁ。あと1回。来い、キング来い。うん、全然やん。よし。あ、いや、魚は増えた。すごいね、雨。夜が更けてきました。まあいいか。今日はまあ一応やることやったね。はい、そしたらね、まあ今日のところはこれで終わりにしておきます。また次回ね、この続きやっていきますので、よかったら見に来てください。ではこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。